はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験の対策にかかるいろいろなお金です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の近藤美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回ね、このテーマでお話しようとしたタイミングで、若干内容は違うんですけど、一つね、コメントいただいたので、まずそちらからご紹介しようかなと思います。2020年8月9日の動画ですね。幼児教室の体験授業を受ける際に気をつけることという動画ですね。幼児教室のね、体験授業行く際には、どこまで教室が、寄り添ってくれるかがすごいポイントですよ。そこをちゃんと見極めましょうという話だったんですけれども、それに対してね、SK0868 さんからコメントいただきました。ありがとうございます。この動画で救われました。まさに今ご家庭が出ています。だからできないです。私に言われても困りますと言われて困ってしまいましたと。このような動画を作っていただきましてありがとうございます。なるほどね。だからご家庭でやってください。私先生にこんなこと直せって言われても困りますよって言われちゃったと。本当にね、今2020年の子で、あれでしょ、はい、今2021年じゃない、はい、約1年ちょっとぐらいの間に、私何件もその話を聞いてるんですよ、うん、それでその問題なのは、そういうふうにその子供がね、その教室内で何かをする、ね、何かしちゃうとか、はいはい、なんか怒鳴っちゃったりとか、うん、なんか問題の行動を起こしちゃう、問題行動を起こした時に、うん、私が不思議なのは、なぜそこで、なんでそういう声を出すのとか、今ここでこういうことをするべきなのっていうことを、なぜ先生がね、ガーンと言わないんだろうと思って、うんうん、それで、そのある人の悩みはそこだったんですよ。その教室内でやると。で、親を見てるなりなんなりってしてるけど、うんうん、先生はそこで注意をしないで、終わった後にちょこちょこちょこっと来て、こういうことはね、ご家庭のね、しつけがなってないんですよ。もっと ご家庭でこういうことしてくださいとか、あ、こういうことしてくださいとは言わないんですよ。これを、こういうことが出るのには、ご家庭に問題があるんだと思います。うん、で、終わり。うん、家で何とかしろって。そうすると、親はすごいビクビクしてて、どうしていいかわからないと。で、今回、まあ、よくよそからいらっしゃることにでよくあるんですけど、はい、例えばもう年長になって泣いて泣いてね、うんうんうん、泣いてって言うと、もう親がそわそわするんですよ。なんかやめなきゃいけないんですかって聞かれたことありますよね。それでなんかそうすごいね、うん、泣いてるから、まあ、これはなんとかねしなきゃいけないですよねとかって言う、うんうん、って言っただけなんですけど、もう親がすごい焦って、先生こんなに泣いてたらやっぱり前の教室では泣いたら泣き止んでから来てくださいって言われて、結局泣き止まないから行けないんですって言われて、ああ、そんなとこがあるんだと思っていや、それはないですよ、私は泣いてても全然気にしませんからって、その事実がやむと思ってるし、それでまあうちの教室ってみんなそれぞれそういう時期があるんですよ、そういう時期があってグループ組んでてもそういう時期があるけど、みんな自分たちも経験してきてるから、あんまり人が泣いてるのに気にならないんですよ、うんうんうん、だけどそういうことをしちゃうと、よその教室だとお金も払ってきてるのに、これじゃあ授業妨害じゃないかって言われると、もっともっと親は肩身が狭くなるわけですよ、うん、だからそれはね、やっぱりそこをこう調整を取るっていうのは先生の仕事だし、で子供だからその場で怒らないと、後から言ったって親が、先生がね、そう言ったって親はそばでえへへみたいなね、うん、そんなこと今更言われてもみたいな、だからまた親が見てないなと思ったらまたやるってい う、うんうんうん、だからそれはできないものはできないんですよね、うんうんうん、だからその半分は指導者が担わなきゃいけない。ただそういう場面が別なことで家で起きることもあるんじゃないですかって聞くと、あ、もしかしたらこれかもしれないって言って、じゃあその時にこういうふうに言ってみたらいいんじゃないっていう、この何て言うのかな、親に言ってもただ言いっぱなしっていうのはね、確かに親はもう置いて、何て言うの、責められてね、じゃあどうすればいいのよって思っても、その答えがないと困っちゃう、ね、そうなんです、皆さんそうおっしゃるんですよ、直してよって言われてもね、うん、はい、これはお家でやってください、はい、これはお家でやってくださいって、うんうん、言われてもね、非常に困るっていうのがね、
思います。だからそれはもう指導者がやっぱり子供を指導できないっていう風に私は考えるので、うちじゃ考えられない話で、親に何とかしてください、これがうちの教室で困っちゃうので、その泣かないようにして連れてこいとかね、むしろね、泣かない、ちっちゃい子なんか通ってて泣かない方がね、おかしいけど、ああ泣くようになってよかったなとか、ああ静まってよかったなっていう、もうそういう世界ですからね。それを全部親のせいにするっていうのはちょっとまずいかなっていうふうには、ちょっと親切じゃないですよね。そうなんですよ、いやだから関係ちょっとずれるかもしれないけど、病院とかでもやっぱり生活習慣を直しましょうとだけ言われても困っちゃうじゃないですか。そうなんですよ、ね、その生活習慣の何を食べちゃいけないのかとかね。それとそう同じことね、こういう運動しましょうとか言ってくれるとやりようがあるけど、ね、ただ単に直せって言われても、だから、ね、こう私の変な話でまた申し訳ないんですけど、私はね、なんか最近ね、もう体操するというよりは、もう家の中で走った方が早いと思って、家の中走るんですよ。夜12時過ぎたらね。そう、12時過ぎたら自分の何とか系を見たら、18歩とかそれしか歩いてないからね。そう、夜中の2時とかにね、走るんですよ、こうやって、ドタドタと。そしたら、足の裏のね、なんか、左側がすごい痛くなって、なんだ、これはもうどうしよう、足もつけないとか思って、それでうちの、フレンドリーの向かいに杉並接骨院っていう、野村先生っていらっしゃるんですよ。そしたら先生に、私走ってるんですけどね、足のこのね、どうしてでしょうとかって言ったら、先生が、じゃあ歩いてごらんとか言われて、歩いたら、それはこっちに力がかかってるから、だからこういう姿勢で、こういう風に歩かないとって、なるほどね、一つ間違ったらそういうことになるんだ。だからそうやって、具体的な、具体的に、そう、そういうやっぱり指導って、だから私はその先生すごい信頼してるんですけど、ただ、そうですか、それは困りましたね、きっと歩き方が悪いんじゃないですか、じゃあ、もう私は不調化で帰ってきちゃうっていう。歩くの減らして終わっちゃいますよね。そうそうそう。療養にして今いろんなこと習ってるんですよね。ここがこうなんですけどどうしたらいいですか。じゃあ歩いてみてごらんとか走ってみてごらんとかね、やってその解決方法を教えてくれてるので、今自分はすごく良くなりつつあるんですよ。そうですね。あら、そうだ、今日のテーマお金の話でしたね。そうそう、だからこれはね、本当にね、できないんだからっていうのは当たり前だと思うのでね、そういうところはまあちょっと考えた方がいいかなと思います。コメントありがとうございます。ありがとうございました。なんか古いコメントだったのでね、もうそうあれだったんですけど、すいません。でね、そのコメントしたらね、昨日もらったやつです、ね。あ、そうなんだ。あの、2020年の動画にコメントいただきました。すいません。なんか最近頭が働かなくて。いえいえ、僕の説明不足でした。はい。さあ、でもそれともちょっと関連してくると思うんですけど、やっぱり幼児教室に、まあいろんな幼児教室ありますけれどもね、まあ、早いと年少さんぐらいから通ってる子もいるのかな、さまざまな講座があると。で、その中にやっぱりもちろんね、講座ですから、まあ、フレンドリーもそうですけど、お金がかかりますからね。そうなんですよね。受験までの間に。あのね、私なんかほら、ネットとか、そんなのにご縁のない人だったから、みんなね、いくらぐらいかかってるかとか、どんなものにお金がかかってるかって分かんなかったんですよ。でも最近こういう機会を得て、いろいろな方々の話とか、まあそういうネットとかで見ると、集団行動にいくら、学校別にいくら、何にいくらってすごいんですよね。なんとか講座だね。そう。で、今は安いんですけれども。今っていうのは何かな。今っていうか12月年中、新年長の時期とかそういう時期。新年長の時期には安いんですよ。ところが、新年長になったらそうはいかないんですよ。もう5、6月ぐらいから、パッと月35万はかかりますとか、月40万はかかりますとか、夏からラストの10月まで200万かかりますとかって、もうそういうふうに、莫大なお金がかかっていくんですよ。で、その中には、例えばもう、今からでももう2月、3月の模擬テストを予約しないとダメだとか、もう冬の講習をね、抑えとかないと、取れませんよとかね。じゃあどうしてね、私なんかから言わせると、預かった生徒をね、入れるためにやっぱり自分たちの生徒たちは大事ですよね。でもどうしてそういう大事な生徒たちが朝早くから並ばないと、冬季講習やら夏季講習やら春季講習やら、そういうものが取れないのかなっていうのが、
すごくね、私は疑問なんですよね。だって自分たちの取った、ね、自分たちの生徒っていうのは、もう最大限ね、うんうんうん、春もやってあげて、冬もやってあげてっていう、それは並ばなきゃね、取れないなんていうのはおかしい制度かなって私はすごく思うんですよ。そうですね、だから定員を定めずにもう取れるだけ取っちゃうみたいな感じになりかねないですもんね。そう、そうするとまあそこにプレミアムがつくのかね、うん、それで本当にうちの教室って週2回なら週2回の授業しかないんですよ、はい、それでね、体操教コースもなければ指示行動のコースもなければ集団行動のクラスもないと本当にないんですよ。みんな本当にないんですけど、本当にないです。宿題もないですって。じゃあ何って聞かれた時に、でも宿題ないわけじゃないんですよ。例えば今からの時期だと今年はちょっと読解をやろうかと思ってて、で本を一冊ずつ、まあ決めてみんなで買って、で覚えるっていうんですか、覚えるっていうか、親が何回も何回も読んであげて、例えば親切な友達だと、じゃあどうしてね、そう、ロバがいないのに、ね、黙って株を置いていくのかとかいうご質問をしながら、なぜこの本を読んでこれが冬だとわかるかとか、そういう質問をしながら最後は、ともかく親が毎日毎日読んであげることによって、ちょっとしたアドバイスで子供が文章がスラスラとこう出ていくっていう、それは丸覚えてるんじゃなくて状況を考えながらやっていくっていう、でもそれってすごい宿題なんですよ。最終的に私たちは全員みんなの前でやってもらうんですよ、覚えてきて。で覚えてきた人から順にボンとシールを貼る。それはシールを貼られたらもうやんなくていいんですよ、しばらく。そうですね。うん、もう親たちは必死ですよね。今日はシールもらった、今日はシールもらった。まだなのとか言って、ね。まだなの、まだ1週間やるのみたいな、うん。で、全員が終わったら次のまた本に入るっていう。もうそのたんびに、去年だったかな。先生まだ次あるんですかって。そう、みんな終わったから入るか、次の本。ずっとまた覚えたりとか。うん、その誰でも教えられるその点付けとか、そういうものは宿題に出すんですけれども、基本はともかくもうフレンドリーの勉強の中で自分で理解して帰ると。で本当にここの中で体操するんですかって言うけど、十分ね、みんなドリブルもできるし、今の受験を終えた年長さんたちはね、たちはでみんなそこの私たちの体操教室行ってないんですけど、行政とかね、整形とかでも受かっちゃうんですよ、うんうんうん、ということはそういうものはいらないっていう、十分そのね、小学校だってお金をかけてまでそういうね体操とかをやってこなくても、普段のね、うんうん、もので見ます。だいたい教室で体育館で体操やるとは限らないし、鉄棒が出るわけじゃないし、ね、うんうん、せいぜいぶら下がるぐらいしか、うんうんうん、平均台だって今ね落ちると危ないからあんまりないんですよ。ああ、試験においてはね。そう、うん、であんな狭いうちのフレンドリーですらサーキットもできるんです。そうですね、サーキットもやってますよね。はい、複数の組み合わせですよね。そう、平均台から降りて、ね、ケンパをやって、うん、ドリブルやってボールを手を上げて1回叩いてゴールしましょうとか ね、うん、でもその中で十分何回かやってあげれば子供はできるから、うん、本当にそういうね、体操だったり指示行動だったりそういう集団行動だったりとかっていうお金、オプションオプションでね、そう、オプションはよく考えた方がいいんじゃないかと、うんうん、思いますね。パッと見のそのお月謝だけ見ると、あ、これが12ヶ月乗っかるのかっていうだけで計算しちゃうと、実はところがどっこいと、うん、夏になってくるとこんな講座もあってこんな講座もあって希望者はこれ取れますよっていう風にやってきて、グラデーションがどんどん濃くなってくるね、出費。だから体操コースなんか、うん、私はそう解釈したんですけど、はい、子供の時に、子供が受験の時にね、ここに体操コースがあるっていうことは、じゃあ普段の授業の中に体操は入ってないんだなとか、うんうんうん、集団行動の授業がないってこと、わざわざコースが別にあるっていうことは、うんうん、この授業を取ってても集団行動はできないんだなっていう。で、うちの、子供が、
まあ、しんすけの時はうちはもちろんなかったんですけど、しんすけの時はうちってフレンドリーがなかったんですね。フレンドリーの幼児教室はなかったんですけど、でもしんすけが通って、まあ、年少から通ったんですけど、とある幼児教室、そう、はい、だけど本当にすごかったです。そこは全部やってくれるの、うん、それを見てね、あ、なるほどって私は思ったんですけど、そこはリトミックもあって、それで勉強があって、その後にうちと同じ方式なんですけど、うんうん、リトミックがあってっていうので、うんうん、そのリトミックの中で指示行動リトミックみたいなのとか、本当オールインワンパックになってるわけだ。そうなんです、うん、でそれはもともと私も考えてたことだったので、そこがすごいマッチしてね、うんうんうん、あ、なるほどねっていう。それで皆さんそこもそういう特別なコースがなかったんだけど、まあ今もないんですけどね、うんうんうん、でもいい方法だなと思いました、うんうん、だからそういうそのお金が今はかからないんですけど、年長ぐらいになると本当にね35万とかね36万かかりますとかって、いやー、ね、まあ出せる人はいいですけどね、うん、そうじゃなかったら受験までにお金がなくなっちゃうって。そうですね、でまあね、数年前もそうだし、まあ、ちょくちょく聞こえるのはその何かその違和感があったりとか、あれでって思ったとしても、でももうここにお金払っちゃったしとか、もうこれまでこんなに払っちゃったしってなると動きづらくなっちゃうというのがあったりするらしいですからね。だから年長になってから家庭教師という方もよくいらっしゃるんですけど、うん、ね、年長になって大事なことは、それから小学校に入るわけだから、どんなに小集団であろうが、もうね、集団の中で話が聞けるっていう、それがまず7人、まあ、まず6人、8人、10人と、その中で話を聞かなきゃいけないから、じゃあ家庭教師って何を教えてくれるの？ペーパー教えてくれるの？でも小学校受験ってペーパーだけじゃないんですよね、やっぱり全てがあるから。そう、テクニックだけじゃなくて対人だったりもしますからね。そうそうそう、対人だったりコミュニケーションだったり、うん、自分でもの考えたり、そういうことが必要なわけであって、それはやっぱり集団の中でないと学べないっていう、うん、だから本当にね、私はみんなによく言うんですけど、絶対無駄なお金は使わないで、やっぱり最終的に受験料はかかりますし、そうですね、入学金は払わなきゃいけないってことをすごい考えた時に、うんうん、無駄なお金を使わないで、その時までにそのお金を取っとくっていう、うんうん、今なんか何もかかんないからいくらでもお金って出せちゃうんですけど、だからうちなんか本当にフレンドリーの授業でも、まあコースでも最小限、どうしてもこれだけは、ここはやりたいと、うんうん、ここはどうしてもお金がかかっちゃうっていう以外には、無駄なお金をね使わないように、うんうん、やっぱり考えてますね。そうですね、うん、はい、ぜひ参考にしてみてください。そう、今後ね、4月からいくらかかりますかって聞いた方がいいと思います。そうですね、フレンドリーの場合はちゃんとお教えします。そうですね、はい、夏にかかるね、講習のお金とかも全てお伝えしますからね。そう、はい、聞いてくださいね。ぜひね、そこら辺をもう大量に払っちゃうと、まあね、そうですね、受験料とかが本当に受験料かかりますからね、うん、もう10個受けたらすごい値段になるし、それでやっぱり止めなきゃいけないってなった時に、やっぱり1校分は複数校ね、合格いただいた場合ね、そうした場合に、まあ、そういう想定までされると、やっぱり今お金を使うわけにはいかないのでね。そうですね、そう思って、だから私たちは全部入ってますから、掛け持ちはあまりいないですよね。教室の掛け持ちはしなくても大丈夫だように設計してありますよ、うん、ということですね。なんでぜひね、よかったら体験に来てください。はい、ありがとうございます。はいはい、あと SK086 カシさんもコメントありがとうございました。ありがとうございました、はい、もしお困りでしたらフレンドリーにも聞いてみてくださいね。はい、子育て幼児教育相談会は平日土曜日に行っております。今日のみたいなね、話でも大丈夫ですしね。今、幼児教室通ってるんだけど、こんなところが不安ですよっていう。まあ、仮にね、大丈夫な教室だったらそれで大丈夫ですよ、お伝えすることもできるのでね。まずはね、ご連絡いただければと思います。詳しくは現在ご覧いただいている YouTube の概要欄もご覧ください。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。失礼します。